はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、はい、今夜も佐渡島からお送りします。ここに日本の酒が並んでおりますが、日本の酒、日本、はい、佐渡の酒のとして、新酒第2弾マノズルが1本あって、からこれが天領杯、両津の天領杯、日本、純米吟醸の搾りたて生原酒っていうのと、同じく純米吟醸の濁り酒ってやつです。今まで、去年までとまた全然スタイルが変わりまして、瓶も何もかもが変わって、まあ、新しいなったということで、1本ずつ、とりあえず1本ずつ取り寄せました。飲んでみようかということなんですが、アルコール度数16、精米部合 58%、まあ、これだけを見ればなんだつことはね、よう分かりませんがあって、まあ、この辺の数値がどうであれ、飲んだ感じがどうかつことが一番大事なところであります。こんな一杯ついてしもたけど、はい、特にそれほどきつい色ではないけど、まあ、わずかながらちょっと黄色みがかったところが純米吟醸の自然な形、生酒の自然な形なんでしょうか。はい、なんというか花派手な香りもなく、これがまた飲んだ時にどうなるかっつうと、ちょっと、冷蔵庫で冷やしてあるもんで、どうだろう、今出してきたから10度まではねえと思います。かなり冷てえでしょう。おお、これ、第1弾、当店に今年入ってきた、店に入ってきた酒の第1弾、11月の8日に出たやつが9日に入ってきた、あの新潟の白龍の袈裟絞りっていうのが、なんかこう似た感じです。適度にというか、適度に以上に酸味が効いて、これはいけます。はい、去年までの純米、なんだ、搾りたて生原酒とはえらい違いで、実際多分甘みはあるんだろうけど、やっぱり酸味が強いもんで、かなり飲みやすい、スイスイいけます。で、酸味がある分、なんかこういろんな料理に合いそうだな。今日の後でおかずと合わせてみようかなと。どうやって合わせるか、まあこれ冷てえまんまだもんで、やっぱり冬場は缶してみましょうと。いや、夏でも缶なんだけど、これを純米生原酒、純米吟醸生原酒を缶して、今日の惣菜の夕方のメニュー、肉団子の甘辛煮をチンして、温めて、これも温めて、両方でやってみたらどうなるかということを、これちょっと楽しみになってきました。ということで、まず第1本目、今日の1本目は両津天領杯の純米吟醸搾りたて生原酒、酸味が効いとってえらくうまい、うまいです、うまい酒でした。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌151会でした。